ファンの皆様、大変お待たせいたしました。ただいまより第56回サンケイスポーツ杯争奪戦 A 級決勝を見事制しました栃木88期阿久津修選手の優勝インタビューを行います。まずは見事な追い込みの優勝おめでとうございました。ありがとうございました。私の予想会でも第1問目として5番1番から引かせてもらったんですけども、素直に優勝の喜びですね。いやもう本当地元の成功してくれた英語と立地区なのにラインを固めてくれた後藤さんのおかげでラインの力で優勝することができました。それと、まあ、英語の上と同じぐらい僕にもご声援いただきましてありがとうございました。これからは追い込み選手としてしっかりと仕事をしていくとおっしゃってましたけども、今日はいい仕事ができましたね。そうですね、そういう意味では本当に素直に嬉しいです。師匠の須田雄一選手が追い込み選手として素晴らしい実績を上げた選手なんですけども、師匠についてはどうなりますかね。いやもう目指すところはやっぱり師匠の須田雄一さんなので、少しでも追いつけるようにこれからも頑張ります。そのね、テクニシャン的な部分と、今まで番組を中心として戦ってきたわけですけども、それはきっちり捨てて追い込み屋としてやる機会ですかね。はい、もうこれからは追い込みとしてファンの皆さんをはじめ皆さんに認められるように頑張りたいと思います。88期というのはね、もう今本当に競輪界を席巻してますけど、その一員としてぜひ、上位で、やってもらいたいんですけども、上の方では同期がいっぱい活躍してるんで、せめて A 級上位で S 級目指して頑張れるように、これからも努力していきます。最後に、声援してくださった大宮競輪のファンの方たちに一言お願いします。今日は本当にご声援ありがとうございました。これからも精一杯頑張ります。